歌ってる時に祭りのこと嫌いだったけどラストでいい子だって気づいたみたいな感じのコメントがあってニッパってなった確かにね、なんか例えば下ネタが苦手っていう人はさ、まずさ祭りの切り抜きのイメージがあって見ないじゃん。その時点でこうやって見に来てくれるの嬉しいし、そうやって言ってくれるの嬉しい。最初がどれだけ嫌いだろうが今がいいと思ってくれればそれでいい。まあ、逆にさ下ネタ好きな人はそれで秒釣りできるから一本釣りよ下ネタ好きの一本釣りはねマジ余裕でね切り抜きでね、面白いじゃんこいつって来てくれるから、うんそうじゃない人をねむしろ取り入れられたらまあスイッチは最強になってしまいますからね、うん一本釣りされた人はね多分この中にはいるんじゃないかなって思うんですけど、はい、ありがとうございます。意外にね悪い子じゃないですよ、いい子でもないですけど、うん